やるわ。眠すぎて無理、普通に。めっちゃ寝てました。爆睡。マジ爆睡してた。兵庫から公園行ったの？そうなんだ。一緒じゃん。レナと兵庫から公園をしに行きました。めっちゃ眠い。寒いよね今日。眠い。マジ眠い。どうでした？私。あ、モニミしてたんだ。そうなんだ。どうだった？感動した。本当に？本当？アンニュイ表情見たん？どこ？分からへんねんけど。あ、東京おるんや。東京寒そう。やっほー。てか今日の夜ご飯決めて、みんな。無理。家なんもないねんけど、水一本しかない。あ、今日よかった。あ、お疲れ、ありがとう。偽物やったからタップせんとこ。自分のプールのソロの自分で笑っちゃう。あ、水のないプールのソロ。それな。影の実物かわいいじゃんって。水とお湯とさゆと、あ、飲み比べ夜ご飯。ごめん、お疲れ様、ありがとう。いやー、崖っぷちだよね。なのに寝てんだよ。もう8時か。今日昼公演だっただけ。虫だったか。あ、朝のパン食べてないわ。それで夜ご飯にしよう。いいね。ナイス。ナイスナイス。早く会ってみたいな。やだわ。言い回しやだわ。え、今日プール大丈夫だった？嘘。最後めっちゃ下手だった。まだガキレナだよ。あ、手紙よかった。手紙めっちゃいいこと書いてたよね。マジ感動した。1位じゃん、1位じゃん。アンコール賞がいつ出てたらしいね。わかんない。レナね、明日会えんね。いるかわかんないけど。いるよ、大丈夫だよ。え、手紙読みよかった。起きてすぐなんだけど、めっちゃ。行く気になるしね、めっちゃうまいよ。え、手紙隠した方がよかったの？なんか取りに行ったから、とかなんかここは知ってたし。リハでめっちゃおもろいのが、リハでさ、リハでめっちゃココハの目の前まで行っちゃって、あ、初見です。読む人多分区切れないやん、区切やんだよってココハに言って、読めるかなってガチ心配。え、それな。え、なんか手紙は絶対レナに読んでほしくないって言われた。絶対読んでほしくないって。ね、予約受付早いよな。でレナ行っちゃうん、最後やで。最悪じゃない普通に。時間がもういつもみんなが帰る時間に私の出番。え、手紙うまかった？ほんまに？マジ？え、そう、リハで思いっきりココハのもう目の前まで行ってみんなに笑われたっていう。けどなんかココハはなんか知ってたから、だから行ってもええわって思っててん。ねえ、マジ夏季遅い時間担当なんだが。え、あとね、明日、
明日ココハと一緒だよね。トゲ会見て楽しかったです。やったー、イエーイじゃん、よかった、楽しんでもらえて。12期の中でそうなんですよ、私大人メンツだから。12期の中でお昼寝してた、お母さんの電話で起きた。何時から寝てたんだろう。でもそれあれせないかも、あれせないかも、わかんない。うん、部屋暗いのわかる。何ペンで投げていいから。そこかって一緒なんだよね。ドスコイ姉ちゃんめっちゃ似てるよね。ドスコイ姉ちゃんめっちゃ似てる。声かけそうになったことあったもん、ここと間違って。ガキレナです。めっちゃ眠い、めっちゃ眠いよ。だってもうあの二人に起こされたんだから。今日の朝、そのおかげで朝配信ができたけどね。10年前マジで。なんかさ、今日さ公演の人数がめっちゃ多かった気がした。分からんけど、YouTube 今日配信はもうほんと死ぬよ。死ぬ。レナ死ぬ。もう崖から落ちてる。そうなったら、いや、ここみん感謝。あ、まあ、みんなはね、みんなはね。いや、あの二人は、え、違う、ここみが来て起きたから、ここみが早すぎるんだよね、来たの。いいな、朝マック。今日ウーバーしよっかな。でもそんなお腹減ってないしな。通路もいそ、え、わかんない。え、公演の人数めっちゃ多かった気がした。通路はでも2席ぐらいかな、 2,3 席しか出てなかった。ホイップイス、え、人数違う今日。え、わかんないけど。遅刻したのダメじゃん、絶対ダメじゃん。その原因は何なの、遅刻した。レナたちのせいとかじゃダメだよ、絶対に。今日めっじゃん、あの人多かった気がした。めっちゃ人多かった気がしました。分かんないけど、なんか幕開いた時に、え、多いくないみたいに思って。あ、ありがとう、ピンクとオレンジ、オレンジピンクって言った方がいいね。レナたちのせいなん、あかんやん。増えるんならいつも増やしてほしいよ。え、わかんないけど、え、気のせいなのかな。え、なんかあのパイプ椅子っていうより、あの列が増えたように思った。制服の上まだ入れてます。待って、ちょっと待って、真っ暗になったん。真っ暗になったんやって。やっほー、戻ってきた。ちょい止まってる。なんか笑ってるし。まだ止まってる。大丈夫です。いや、今日はみんなちょっと崖っぷち生活やから、こうへんかな。全員崖っぷち生活でもう人通る暇ないっていう。はい、なのに私は寝てしまっていた。もうやだよ、まあ、夜中までちょっと起きてやろうと思いますね。はい、やばいです。レナならいける、レナならいけるよ。やること多すぎてさ、マジで。いや、明日やばいよな、マジ。まあ、どうにかなるかなって
って思いましたかね。今日の制服の面何点？え、もう記憶にない。まさに神なんですよ私は。え、待った、ちょっとバグってるわ。なレナの画面が、レナの画面がちょっとすごいことなってるわ。これすごいことなってる、すごいことなってる。ちょ、コメント消えへん、コメント消えへん。アバターからさ吹き出しみたいな感じでさ、コメント、みんながコメントするだけする分さ、なんかちょっと画面にコメントが、うん、消えへんねんけど。まあいっか、もうめんどくさいけど。何これ、直せへん。まあいいや、みんなが平気ならいいんじゃない。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。はい、更新ボタンとかあるん？みかんいいなみかんいいな。いや、もう寝たいよ、もう今すぐ寝たいけど、今すぐお風呂に入ってか、目が覚めました。もう寝たいけど寝れないの。マスカラ上だけしたけど、あんまりわかんない、あ、してないかも今日、わかんない。上したわ、上した、上して、え、すぐ止まる？嘘やん、バグ、バグやん、だる。マスカラしてますからハートの横に更新あるよ。ハートがないねんけど。そんな動いてなかった？やばい、そんなバグってる？しかもギフト表示されへんねんけど、ギフト表示されません。音符くれたのに。今日も可愛いね言って、心を込めて、かっこ心を込めて。明日に備える。目を細める癖があるよねっていうより、多分目が細いんやと思う分からんけどっていうかさ、ここにコメントがすごく重なっていて、どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろう。公演お疲れ様、最善、いいね、楽しんだ、本当に本当に楽しんでた。なんか楽しんでる感じ出てなかったけど楽しんでました。無意識の可愛いよ。いや、無意識、あ、え、どうなんだろう、どういう無意識かによるよね。なんか本当に可愛いと思って可愛いよみたいな感じ言ってくるか、言っとけばいいや、かわいいよみたいな更新どうやってやったらいいん？でも一回配信切ったらさ、あれやんな、そやでリアクション厳しいで。世界一楽しい時間でした、ほんまかよ楽しかったよな、でも最善やったし、最高じゃん。一回切っていい、別にみんなに問題ないならいっか。
更新ボタンがないんだよね、なんかレナのところに。治らんわ。マジ楽しかった、マジ楽しかった。バイ。え、どこ行くん？何勝手に去ろうとしてんの？一回切るって言ったからかな。え、なんかさ、前にさ、同じ1時間以内にさ切ったのにさ、1時間以内に切ったのに、点3つない？右上に1時間以内に切ったのに、なんか更新されてもて、あ、手羽先チップスター買って買うんやっけ毎回。京都気をつけてね。更新ないよ、レナには。噂やめてよ、可愛い噂やめて。コガの生誕祭楽しかった。まずね、点点点がないんだよね、私の画面に。あるわ。やばいやばいやばい、ないじゃん、やめてよ。なんか変なボタン押しちゃったしコメントが手羽先じゃがりこも食べたことあるあるんだよね、実は。配信始めて前1時間経ってたっけ。じゃあ一旦切ってみる。じゃあね、みんな、すぐ戻るね、一瞬。え、上手じゃないよ、あの、まだ朝の目覚めいけるかもえ、喉はね、まだ完璧ではないけど、まあマシかな、全然。それな、いや感じないよね。そう、振り返り途中で笑いやばい、バレてるし、バレてるね。ピヨキヨ軍楽しかった。息を言いたけてって感じで、下向きがちだから目も向けに。じゃあ上向いとこうか、ずっと。アラームの音楽あれやばいってやだ、変な人じゃんそれ。絶対コメントで半袖じゃんって来る、絶対来るよ。は？飲み物置き添いなんて、そんなそんなかよ。いや、肌白くないから白くないよあえて言わないでおこうね、絶対みんな思ったよね、朝も夜も半袖かよみたいな。いや、めっちゃ猫背だけど、あの、今はあの携帯がめっちゃ下にあるからこうやって見てる髪の毛の垂れ具合わかるでしょ、ちょっと斜め向いてんの。なんかもういろいろさ、もう家具とかもなさすぎて、配信するね、あれがね、あれだった。え、かきねののピノキオ軍よかった、やったね。なさすぎて何がないの、細くないから。あと太ってる、めっちゃ。いや、長すでもっとはえ、もっとけど、今日リハーサル長くなるやろうなと思って、絶対汗かくなと思って、でリハ長くなったらさ、長袖めっちゃ暑いからさ、だから、え、髪の毛多分ケープじゃない、分からんけど。いや、マジでさ、やばい、なんか洗濯機まだ届いてなくてさ、今日めっちゃ寒いよな。え、もうそれもあってさ、ご飯買いに行くのめんどくさいなとか思っちゃうねんな。透明感がここに刺さりました、どういうこと、ねえ、寒いよな公園。え、公園前どうだった、雨降ってた。確かに
歩きだって感じよね。ねえ無理。いや朝めっちゃ寒かったよ。朝めっちゃ寒かった。ごめん早いね。おマジ今日よかった。名古屋が寒かったんだ。半ズボンじゃないよ、長ズボンだから。なんかめちゃくちゃ寒いんだけど、どういうこと？わかんない。でもなんかレナってさ、ずっとさ、なんか喋ってんの、何言ってんのってあのこともあると思うんだけど、ちょコメント見てたらさ、あのなんかコメントとね、なんか混ざっちゃうの、言いたいことが。ね、やばいよね、自家製洗濯機やだわ。え、時々言ってんの？え、本当に言ってんの？暖房入れてるよ。これで行こうかな、コンビニ。そうしようかな。寝言言うのマジでやばくない？しかもさ、なんかココハにさ、一回だけだったって聞いたら、いや、結構言ってたよって言われてさ、もう最悪なんだけど。本当にやだ。違うの？自己紹介 MC は長くていいの？長くていいんです。わかんない、なんかお母さんがさ洗濯機頼んでくれたから、何式かわかんない。今日の話したいことあるの？ないよ。ないよないよないよ。トコヒいかがですか？洗濯板買ってこなきゃだっちゃう。いや待って、いやレナは本当に静かなの、寝てる時。ね、やだね。めっちゃレナ嘘ついてる。めっちゃ静かに寝てんのとか言ってたのに。でもね、なんか一音だけ発するらしい。なんか喋るっていうより、なんか、あみたいな。意味わかんない、レナ。本当に意味わかんないんだけど。やばいよね。普通にビビった。浴槽と洗濯板じゃないから。え、ね、寝言のアプリあるよね。そこまで喋ってないよ絶対。やめてよ、なんかそうめっちゃ喋ってるやつみたいなさ。そこまで喋ってないから、あとかだけだから。うん、いいじゃん、好きになったら。人気加減は書かないから、歯ぎしりしない、歯ぎしりマジでしない。けどお母さんは歯ぎしりがやばすぎて、なんだっけ、マウスピースつけて寝てるんだけど、なんか柔らかい、あのプラスチックじゃない、プラスチックじゃない、ゴム製の何マウスピースだったら、もう1週間つけたら破れちゃうらしい。お母さんは歯ぎしりがすごすぎて、だからプラスチックのやつをいつもつけてる。で頭痛とか言って起きてる。ちぎれるんだって、奥歯とかマウスピースがすぐに。やばいよね。でもレナ歯ぎしりないよ、ちっちゃい頃からないね。ストレスなの？わかんない、歯並びとか関係してんじゃない、歯ぎしりだったら。わかんないけど、知らないけど。いや豪快だよね、歯ぎしりでさあれやるってやばいよね。見て、ちょっと適当に書いた、レ。わかるように。やめとこ、飲まないでおこう。え、歯並びいいの？お母さんなんでだろう。たまにさ、寝つく寸前にさ、めっちゃ笑っちゃうことない？おしゃれな例じゃないよ、汚いじゃん。強制してた、してたけど痛すぎてやめた、途中でやめちゃった。たまにまの要違うよ、あの劇場でさ、あのリハの時に開けたやつだよ。そんな溜まってないし、ペットボトルに名前書くほど。ウケる。あ、音がしないから気づかないんだ、ガリガリするならあれだけど。どうなんだろうね、お母さん下顎出てない。
レナの方が顎出てる。で寝る瞬間にさ、めっちゃ面白くなっちゃってさ、って笑っちゃうときない？ないよね、絶対。なんでなんだろう。何考えてない。でもね、何も考えてないんだよね。わかんないけど。何も考えてない気がすんの。ちょっと明るく見て。エミリー、明るいのやだ。え、ないの？え、怖すぎとか言われてる。え、マジで？マジか。嘘だ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 。本当に？マジ？ないんだって。みんな。目のだけなし。嫌なこと思い出すの？え、逆に逆かも。嫌なこと思い出さない。なんかね、あの自己紹介のセリフが浮かんできたり、わかんないね。いや、思い出し笑いじゃないんだよね。なんかね、何も考えてないのに急に面白くなっちゃって笑ってそのまま寝るっていう、なんかわかんないんだよね。一人で寝るの寂しい。逆に逆ってないよね。いや、それな、マジ現代人、現代のさ、え、なんか昨日ココハって喋っとったんやけど、なんか LINE でなんか何々です丸みたいな、若い人が使ったらなんかちょっとマイナスなイメージに思うけど、それは Z 世代だけみたいな。え、配信で話しとったっけこれ。寝る前ココハとかけら好きってなる。マジメンバーの夢見ね、もう覚えてないかも。見てことあるのかな、分かんない。思い出し笑いじゃないんだよね。丸洗っていうのやばいんだけど、なんでみんな知ってんの。みんなの方が知ってた。柿の種連呼しながら寝たら夢に出てくるよ。丸洗ですって。え、なんかさ、だって若い人たちはなんか今日雨らしいよ丸丸みたいな感じで使うじゃん。ちょっとマイナスな感じで使うじゃん。声大きくて目覚める。え、マジ。え、なんで違う子考えてんの。ちょっとダメだよ、違う子考えてる。罰だね。あ、罰じゃないか、別にレナが夢に出てくることは。え、笑いも無意識やばくない普通に。雨らしいよ丸丸。え、そう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 、雨なの最悪じゃん丸丸みたいなさ感じで使うじゃん。でなんかこうレナみたいな世代の人がちょっと上の世代の人と連絡取るときに、社会に出たときとかに、で使っちゃうよね。悪夢とかやめて。公演お疲れ様、ありがとう。少しだけ出てきて、少しでいいの。少しでいいんだ。え、そう、なんか丸々丸みたいになったらさ、なんかちょっとマイナスみたいな感じじゃん。なんかちょっと悲しい、最悪なんだけどみたいな。かきれな可愛いはなんか本当に真剣に思ってそう、その丸2個は。え、だからなんか上司の人とかになんか例えばなんかじゃあこの書類3日までにお願いします、できますか丸とかだったら、なんか何この人みたいな、できます、できるって思われてないねみたいな感じ思っちゃうんだよね多分。できますかぐらいのトーンなんだろうけど、わかんないけど。なんで上司とか。なんかドラマ仕立てにしちゃった。ドラマ仕立てやばい。難しいよね。だからなんか読んでもらえますか、やばい。そうなんだ、多分若い子にはね、なんかわかん、なんか勘違いしちゃうんだよね多分、こちら側の世代が。わかんないけど多分そうなんだよね。ね、ストーリー作っちゃった。でもそんな感じなんだよね、そう感じ。でもレナたちもよくなんか分かってるんだよ、
その大人の世代の人がこう思ってないって、あのなんか丸って思ってないって思うけど、こんばんこんばんみー、えカンドラ見すぎどういうことそれ丸腹と関係あんのあそうそうそう、感情が目に見えるみたいな感じなんだよね、なんかマイナスみたいな、この種類は やらないとダメなやつですよ丸みたいな、やったらなんかうわ怒ってんのかなみたいな、けど多分あの丸って送ったちょっと上の世代の人はこの種類やっとかないとダメなやつなのにみたいな感じわかんない、でもなんかこちら側はなんかこの種類やらないとダメなやつですよ丸に、なんかえやばい怒ってるみたいな感じで思っちゃうみたいな感じなんだよね多分。そう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 びっくりマーク、びっくりマークなんか怖いよね、なんかやれよみたいな早く書類やれよみたいな感じになるよね、わかんないけどなんか絵文字使ってほしいよね、なんかペコみたいな絵文字あるじゃん、ペコっていう、だからなんかこの種類やっといてほしいです丸じゃなくてペコみたいな、その方がいいよね、その方が絵文字みんな使おうって感じだよね、絵文字絵文字使いすぎてもちょっとあれだけど、メールの返信の丸、えメールの返信は別にねあんまり気にしないかな、絵文字めっちゃね多分返信側はねめっちゃ多分絵文字使えるかな、そうなんだよね、仕事でさ使えないよね、そうそうそう、これじゃダメだよね丸とか嫌じゃん、これじゃダメだよねペコの方がいいじゃん、この子に目が行きましたやばいじゃんそれちょっと申し訳なさそうなのはちょっと伝わるけど、確かに伝わるっちゃ伝わるけどさ、そうなんだよね、感情が分かんないらしいよ、いいじゃん仕事で文字使ってんのめっちゃいい人じゃん、きっと好かれてるよ、この人優しいよねって言われてるよ、えなんか文字化けしないと思う多分、分かんないけど、文字あんまりいっぱいに出して別にいっぱいでもいいけどね、全然全然いいけど、やったー12日かけ連絡しか見てない、さすがだね、仕事に感情入れてないから猫の返信メールには感情入れてるよね、めっちゃあれマジ笑っちゃうんだけど、普通に声出して笑うあれと思って文字使うと、ああ普段使わないんだろうなこの人みたいな思っちゃうってこと、なんで車ダメなの上司から、別にほどほどに知られればいいよ別に、猫は感情的になるでしょうがもうめっちゃおもろいんだよねこの人、本当に返信が、返信おもろすぎて、猫の時のおは猫みたいになってんのいつも、めっちゃおもろすぎてさそれが、絵文字とか使わない人、なんか使えなくてもさなんかびっくりマークとかつけてくれたらいいじゃん別に、びっくりマークとかもさなしでさなんか丸ですみたいな、丸尾ですみたいな嫌じゃん半袖なんだよね、やばいよね普通に、普通にやばい、寒いし、寒いけどさなんかいろいろ服出すのめんどくさすぎて、服ねえしって感じあるけど、あるかな服、半袖あるかな、もうやばいって、買い物も行かなあかんのにさ、ご飯買ってこようかな、てかご飯食べようかな、てか食べるかも言うのまずの夏気分、気分は夏です、はい気分は夏、名前だけはちょっとなんか寂しいよね、半袖にゃどういうこと、半袖に合うってどういうことですか、えれないあんましね、え違うねんな、なんかあの絵文字さメールに送りすぎたら多分容量があれで写真もつけるから
なんか容量大丈夫かなと思って。自炊はしたいけど、なんかめんどくさい今日は自炊する暇がない。配信してるやんって感じじゃないけど、まあそれはね置いといて。行かないよ買い出しは。もう あ、メールの返信そちら側も絵文字ダメやと思ってたね。思うよな、爆笑多いよな。ね、そうやね、自炊はねちょっと落ち着いてから、あ、配信しながら作る、ちょっと将来的にはあるかもしれん。いや、昨夜の慌ててぶりはココハの手紙じゃないよ。こちらこそありがとう。書けない文字欲しいよね。え、それな、みんなの力で作ろうよ、作らせよう。たこ焼きまた買うね。ちょっと今日はね本当に大変だから、これから夜寝れないぜって感じだから、夜はこれからだからみたいな感じだからそう、何が遅れて何が遅れんか分からんよね。え、チョコ5枚も兵庫にあるんだけど買おうかなと思って。今日超会見可愛さアップしてるの、それとも俺が好きになってるの。今日メイクしてるからかな。まあでも俺が好きになってるからなんじゃないえ、メールで返信してくれたの嬉しい。いやマジギリレナなんだよね、いつも本当に嫌になっちゃう。自分でも嫌になるもん、なんかなんでいつも私はこんなにギリギリなんだいって思っちゃうんだよね。最近ドトール行ってない。え、無理、行きたい普通にね。目腫れてないから分かんないけど、腫れてるかどうか。腫れてる、目腫れてるね。もうメイクでめっちゃ取れてきちゃってる。綺麗な人が可愛い説あるやんないよ、遅れてなさそう。名前呼びの時、名前呼びは来たよ。そのうちお母さんで泣きながら配信するんだよね。ああ、ホームシックになって可愛いですよ。あれな、いつでも。そう、ドトレナしてないのもうやめてよ、なんか全部に何レナってつけんのレナインさんやアイドル向けのコメントできるの新鮮やな。え、どういうこと名前呼びの前、え、来てないかもしれない。多分来てないよ、多分来てないと思う。ルナ、おい、ルナ筋肉、なんでいつもギリギリなんだいなんだそのかっこボイス思ったほど平和、歌声かわいいなはてなそれはちょっとわからないですね。まあかわいいの知ってるんで、はいはいで、ドトレナなんかちょっと気に入ったかもしれん今日のドトレナね、やめてよね、最近返信ねちょっと少なくなってんじゃないっていう感じだよね。前髪伸び、わかんない、わからないね。え、多分来てないよ、送ったちゃんと。なんでよくあれなのかな、弾かれるのかな。アイドルっぽくない可愛さがある。え、どの可愛さちょっと気に入ってるよね。眠り、寝転びたい、腹筋痛い背中。
マジそば欲しいって、欲しいたいし普通に痛い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 、するってしてない、多分昨日腹筋10回してない、やってないよやってないやってない、昨日も今日もやってない、昨日も今日もやってないえ、センター限りのだったらどうしよう、そんなやめて、そういうなんか心に圧をかけるの今からやだよ、もう腹筋やだ、しんどいなんかさ腹筋ってさ上だと思うの、お腹のなんかこの肉なんだよね、もうわかんない、こんな言い訳していいの最近変身してくれてるよね、お腹気になるんだよね、そうゼロ日坊主全然やらない腹筋張らない信用できる、嘘、いやごつれないならないよ、めっちゃ筋トレしない限り、マジプロテインとブロッコリーと鶏のささみと胸肉と筋トレ一生してないとごつごつにはならないよきっとアイフォン打つの早いよな、なんで、え、なんで、どういうことアイフォン、え、あコメント打つのってこと、あショールームでよく言われる、書き出のコメントを打つの早いみたいな、早いかも確かに、めっちゃコメント早い気がする、レナも自分では、そうお腹肉レナなの、いやゴツゴツになるのも知ってるよね、知ってんのウケるね知ってんのウケるわ、確かにおもろ、早いとかコメントでもうるさい、あそういう感じ、コメントでもうるさいから流れが早く感じるのかな、わかんないけど、でもめっちゃあれだよ、めっちゃねコメントはマジで、コメントっていうか文字打つのめっちゃ早い、友達に LINE とか返してたの文字打つの早いなって思うんだけど、えココアの配信、いやココアの配信一瞬しか入ってないよ、あ横で打ってたってこと、横で LINE とか返してた、友達と話してたのやばいじゃん、でも何も一緒なかったかな、えマジ早かった、嘘も気楽するじゃないよ気楽するやばゴツゴツなんちとヒュルヒュルなんちどっちが好きですか、どっちでもいいわ何そのなんか2つしかいないみたいなLINE の音、 LINE の音一緒だった、え、なんで帰んのそう返すの遅いけど打つのも早いっていう、めっちゃおもろ、え、音聞こえてたの、え、てか文字打つ時ってさマナーモードにしてなかったら全員音聞こえるくない、わかんないけど、え、聞こえないの、わかんないけど、え、あの人間にパフォーマンス良かったの、え、なんかさどっちでもいいなんかさ、なんかさこうやってさショールームでさ今日かけれな見てなんか良かったよとかさ、なんか白かったですとかさ、なんかあのめっちゃ笑ってたねとか元気だねとかさ、あのコメントしてくれる人いるけどさ、え、聞こえなくできるとかあるんだ、え、うるさくないよ、あれの方がいいじゃん、できんの、でもあのマナーモードの時は音鳴らないけどマナーモード外したらカチカチカチって鳴る、そうなの、みんな音出しな、ハマるよあれ、うるさくないよ、うるさくないよ、で何の話してたっけ、え、何の話してたっけ、え、プチプチしないかもあんまり、する時もある、自分で設定してない、
コメントしてくれる人がなんだかんだね分かんないの、なんかお見送りとかでも分かんなくて、そう、あ今日この人いたんだみたいな、けどお見送りで分かんなかったなみたいな、多分自ら発しない人なんだけど、えつむつむめっちゃ音出すよ、全部の音出してる、えつむつむで音出さないとかあるの、どういうことあ公演の感想を言いに来る人がいるだけか、そういうことね。明日も朝配信しないかも、わかんない、時間に余裕があればちょっとわかんないけど、かきれな笑ってたじゃん、いつだろう、嘘でしょ、つむつむ音量ゼロはダメだよ、楽しめないじゃん楽しめないよ、2回目のお見送りお願いします、はい任せて、ふきさんって言ってみたけどすごく不思議そうな顔してましたわ、嘘不思議な顔した、でないつも不思議な顔してるからね、ルナってうつこそ口に出さない、めっちゃ早く打つから口に出さないかも、投入してください、誰の明日いる配信、あ分かんない、できないかもね、朝やってた方がいいのかな、いや公園入ったら配信ね、行かない、別にいいよ、伝えちゃってあげる伝えちゃってあげるよ声見て気になってくれるファンがえって話の途中だった、え嘘レナ、え待って全然覚えてない、分かんないけど、かきれな家族は劇場来たよ一回ゲネで、え変ですか私、嘘変だろ、いやされなやだよ、あされなやだ、ギャップで切なく見えるんだわ歌がね、あ早いから5時多い、それだわ多分それだと思う、伝言ゲームするからここで全部言って他のメンバーの朝れな弱いかな、みんな元気、かき家族みんな元気、けど弟は喋んない、自分から言葉を発しない、わかんないけどずっとゲームしてる、バスケとゲームしかしてない、だからよろしく来てね、生誕祭終わったら制服飲み来てね、お見送りはここみの隣ってずっとなの、いや普通に多分隣にいるだけ別にずっととか決まってないけど、えなんか分かった気がしたんだけど分かんない、正直言ってえでもなんか一人なんか名前呼んでくれた人がいて、弟いんの一人、ここにハイパー可愛かったって言っといてくださいそんなもうみんな可愛いじゃん、そんなこと言ったらみんなに可愛いって、もうレナのファンがみんな可愛いって言ってたよって、もう一人ずつに言ってあげるよそんなのどうやって決まんの、え別に決まってない、なんか最後の一列に近い感じ、近しいもの、もうね通り過ぎてった、本当に本当ちょっと反応してくれたよね、でもバイバイしか言わん、お見送り、嘘そうなの、まあ、レナもありがとうございましたの口パクとかやかないや嘘だよ、最近は言ってるよちゃんと、最近っていうか別に言ってるけどたまにここ見て話す、なんか面白い人がいたら何あの人めっちゃ面白いねって言って、ありがとうございます、めっちゃ面白かったね、ありがとうございますみたいなあ手振ってくれた、
それでその反応か。じゃあいや、なんか急にいますね。めっちゃみんな笑ってたよ。あ、お疲れ様言ってくれる人いいね。一人ずつ言ってくれる人もいいの。え、なんて無言。好きですって言ってんの、公演見てハマった子に。めっちゃ一瞬じゃん、好きになるの。いいね。でもそうやってね、すぐに伝えてくれる人がいたら、こちらとしては、あ、今の公演今終わったけど頑張ってよかったなってなるから。スケブって何なんだろう、それなんだろう、スケブって何。今可愛かったラブっていう、いやマジそれな、言っちゃうよね、あの可愛さは。言っちゃうよ、あの可愛さ言っちゃう、あの可愛さ言っちゃうね。いや圧強くないし、圧強くないし。あー、スケッチブック、スケブっていうの、スケッチブックのことね。え、なんでみんなすごすぎん。いや、レナが何も知らないだけかもしれないけど、見送りで何言ってほしい、わかんない。かきれなガチ勢って叫んで、じゃあ。スケブなんだ、ウェイ。もうアピールしとか、いや、レナに一番アピールしてもらって。楽しかったって言えばよかった。いや、楽しさは伝わってたから大丈夫やで。いや、圧強くないで、レナ。おやすみ、みーちゃん、ゆい。いや、ちょっとさ、なんか歩くのゆっくりめの人でさ、なんかスタッフさんにさ、ちょっとこうやってやられるとめっちゃおもろい。そういうの俺な、笑ってまんねんな。そういうのなんか目の前で見たら。今日もさ、なんか一生懸命自分の推しになんか伝えようとしとって、頑張れ頑張れって思っとったんやけど、こうやってやられとって、あー、 , 笑ってまんねんな、ああいうの。いや、覚えるよ、覚えるから、本当に応援してたよ、してたよ、してたよ、してたよ。もう終わっちゃったんだ、じゃあ、あの応援する期間は。集まるからね。ね、おもろいんだよね、マジ。あの、なんかちょっと肩ボンボンってさ、早く行ってくださいみたいな感じやられてんのが。めっちゃおもろくない、なんか。あそこまでね、重いよね、ちゃんと伝えようとしてて、偉いねって思って。え、待って、ゆえさんの反応マジ見たかったんだけど。絶対可愛いじゃん、絶対可愛いよ。食い気味に歩いてしまう、逆に速くね。逆に速く歩くんだ、やばい、頭痛っ。自転車乗りながら見ないで、危ないよ、危ないよ。死な。え、レナちゃんまで小走りで行ったよ。あ、そうなんだ、そういうあれなのか、作戦立てれるのか、お見送りでもみんな。あ、そうなんだ、前の人のスピードでか。え、そうなの、テクテク早く歩いてください。そうなんだ。え、どんな感じのお見送りされた。ちょ、レナ真似しよう、神対応なら真似するわ。ちょっとレナネさんになるわ、レナネさんに。神対応パクっちゃおう。
違った。お仕事をしてしまう。ね。みんな計画立ててんだ。面白いね。お見送り何言えばいい？思ったこと言ってくれたらいいよ。留守もらうけど、かけれないよ。なんで？なんで？なんでよ。指ハートしてあげるのに。みんなに目移りするよね。ね、みんなよく見えるよね。そりゃそうだけど。あ、脳計画なんだ。そうなんだ。面白い、同時に緊張。あ、そういうこと？お見送り緊張するんだ。かけれな神対応だから。よろしくみんな。拡散しといて。かけれな神対応でーすって。コミンと並んで寿命が伸びる。嘘。嬉しい。ずっとここ見横にいるわ。今日もずっと一緒にいるし。あ、かけれなハンドサイン。なんだろう。あ、目が合った瞬間めっちゃ笑顔で手を振ってくれた。え、レナもめっちゃ笑顔で手振ってるよ。目が合った人に。目が合った人に。つまらなかったらつまんなかったって言った方がいいの。いいよ言って。つまんないことないからきっと。頭空っぽなの。公演終わり。ね、3連ちゃんだったね今日。3人そう、2時夏季岩だった。そうなんだよね、初日ね、コカの隣だった。つまんないって言ってくんの。つまんないことないよきっと。けど今日ね、あの面白い人がいて、あのお見送りね、あのメンバーの顔だよ。もう本当に多分推しがいないのか分かんないんだけど、あの12人横に並んでんじゃん。1番目の人からココハまで、あのもう全員にね、まっすぐこうレンたちがこうやってやってたら、スタ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 って歩いてた。でまたここ見に笑った。え、めっちゃ見てくれないねって言いながら、ありがとうございました。え、めっちゃもろいね、あの人みたいな感じで。他のメンバーから認知される。確かにね、だって分かるもんね。なんか他のなんかココミ推しとか、あの誰推しとか分かんないけど、反抗的な態度なの。だからワンチャンレナのファンかなとか思って、あのレナのファンの可能性あるじゃん。ちょっと反抗的な態度だったから。だからあのだからなんかヤッホーみたいな感じでちょっとおーみたいなやってみたんだけど、違かったね。私のファンじゃなかった気がした。多分恥ずかしいのかね。多分恥ずかしいんだと思うよ。ワンチャンレナファンかなーと思って、ヤッホーみたいな感じでやってみたんだけど、ヤッホーってやってももうみたいな感じだったから、まあ反抗的だなーとか思って。そう、その人かけれなのちゃん持ってない。いや、かぎれな推しでもう他のメンバーが認知されてるよきっと。ハナハナとかさ、反抗的なファン多いの。そう反抗的なねファンね多いよ。みんなもだけど、みんなもね反抗的なんだよね。みんな結構みんな千雰囲さん。緊張すんの、レナの前じゃ緊張しない。そうだよ、反抗的な態度の人はかけるな推し
何ハナハナにキュンキュンしちゃってんの。レナのとこで一瞬止まるの怖いね。お尻にいるって言うからな。いや、似ないよ。みんな自我を貫いてもらって。推しだけど、レナの推しだけど、自我を。公園でやっちまって、今日の公園でいい？今日の公園は、ココハの、ココハの話が良すぎて、その後の手紙のことで振り思いっきり間違えて、振り間違えたっていうか、振りを思いっきり飛ばしちゃって、やばいよね。なんかもうマジビビった。なんかね、マジその振りに入る5秒前まで覚えてたの。よし次この踊りだって覚えてたのに、気づいたらそこが終わってて、手紙のことの終わってて、ってなった。やばいよね。マジで。劇場いなかった人分かんなかった？ね、分かったよね。マジ焦ってさ、やばいやっちゃったと思って。でも本当に5秒前まで覚えてたの。本当に。マジ。信じて。本当に5秒前まで覚えてて、このポーズあるじゃん。このポーズして選んだわけはあーっていうねやつがあんので、よしなんで終わってんのみたいな、そうバタバタしちゃいました。なんかね、終わってた。急に気づいたら終わってた。あとね、なんかね、どっか間違ったっけ、なんか覚えてない、あんまり記憶がない。手って見ないとちゃんと。プールね、プールはね、最後のところがね面白いよ。最後そうバレるんだよね。もう最悪だった、ほんと最悪と思って。そうレナだけね、横は踊ってんのにレナだけこの状態ずっといんの。あーもう嫌なんだけど、もう嫌だよ、やだね。気づいたらさ、その歌わりが終わっててやっばーと思って、最悪だった。そう面白いプールになっちゃうんだよね。どうしよう、どうしたらいいのっていう感じ。プールのね最後ね歌えないの、うまく。なんかねどう歌ってもね下手に感じる歌い方になるの。下手なのかわかんないけど、自分の歌に声に合ってないのかわかんないけど、なんでなんだろう。ね。な、ココハの配信が始まったよ、みんな。え、充電器おそろいなの、ピンクだよ。充電。ピンク、アダプターもピンク。本当に一緒なの。ここ始まってまた、いってらっしゃーい、いってらっしゃい、ココハさん、いってらっしゃーい。この人面白いねって言われる、セリフ考えとか、考えて、3日来てくれんの。そうミスったのダンス。歌唱力問題。見ておいで、ココハ。ね、ちょっと違うんかよ。ピンク一緒だね、じゃあ。ピンク、ピンク。長めによろしく。マジ、なんか9時ぐらいで終わろうかなーって思ってたの。でもいいよ、行ってきて。ねえ、ドンマイだよね、マジで。気づいたらね、そこの振りが終わってて、あれ？みたいな、なってた。3日じゃない、2日。2日だ？ん？ 2 日だっけ？うん、2日だ、2日だ。3日は私会だよね。9時過ぎてるし、わかんない。普通になんか適当。9時ぐらいでいっか、みたいな。わかんないけど。
か、ほんとやばい、もうほんとあそこまでミスった、無理、最悪なんだけど、忘れてたわ普通に、最悪だわ。2日経った人当たった人いますか？2日当たった人、2日来るよって人、2日、あ、え、めっちゃいるじゃん、投げてない、まず2日当選したの？はい、え、なんで悲しそうえ、マジ2日、え、なんでこんないるの？本当に当たってんの？みんな嘘ついちゃダメだよ、外れちゃった。昼公演マジ疲れる。あ、トレード、トレードね、トレード当たんのかな。3日は私からだっけ、わかんない、3日なかった気がした。あ、申し込んでない、まず結構いるじゃん。よし、これはちょっと8割ぐらいオレンジピンクいるんじゃない。投げてない、トレードね、当たんないよね絶対。あ、当選した時伝えてね全員済みになってました、やったね、みんな来てくれんだ、そうなんだ。え、なんかさ、何が当たりやすいとかあんの？わかんないけど、あらちんそうだね、それで覚えよう。それな、一人もいなかったね、一人もいなかったら やばいよね。オレンジピンク振るなんて言ってないけど、確かに言ってないね、何振るか分かんないよね。雪なの、そんな寒いの。あ、そう、5日もね、え、5日応募した人、5日応募した人いますか？東海来ちゃうな、まあでも1回行けたからさ、マシだよね、1回も行けなかったらマジやばいよね、席悪くてもいいかねえねえねえ、みんな5日、5日応募した人ね、よく見たらオレンジ、よく見なくても分かるよあれオレンジなの。あ、え、待って、2日って平日なんだ、5日応募した花祭かもしれない、最近私の中で流行ってるからね、やばい動きじゃん普通に、ダメだからそういうのやめてもらえる。5日が平日か、2日は平日じゃないんだ、ね、平日は無理だよねやっぱりみんな5日平日、あ、でも応募してくれてる人いる、あー忙しいんだお仕事、あ、悩んでる、応募しちゃいな応募しちゃいな、17まで無理かも、制服、あ、3月のってことか、忙しいのかね。エレナが浮気相手なの、やばひどひどひどいよ、あ、応募した、連続は当たんないようになってんのそうなのかな、あ、16時か平日のね、え、絶対あんまりね、あれだよね、いつかみんな応募しないよね、どうなんだろう、応募してくれるかなみんな、あ、多分応募する6時かねえ、 DMM でいいってなっちゃうよね、確かに確かに、え、てかみんなさ DMM 見てるときコールすんのコールすんの、あ、名古屋に来るんだ3日、
16の司会ね、楽しみ楽しみだね、マジで。こんばんみープールマジやだプールやばい。え、真顔で見んの？え、しないんだ。え、しないの？え、これしないの？しないんだえ、してる人いえ、するわけないの？え、そうなの？しないんだ。え、家で見ててもだよ。え、そうなんだ。これしないんだ。え、てかさ、レナがさ、あの言ってたさ、なんかガチ恋工場っぽいコールあるじゃん。あれどこだっけ？なんか詩人で出てくるんだよね。詩人に、詩人に出てくるの。怒られるでうるさいって、ああそういうこと。詩人でね、出てくるんだよね。あれなんて言ってんだろう、マジ気になるの。あれあれな、マジでなんて言ってんの、ほんと教えて、みんな。ほんとに、あ、車の、車の中だったら近所迷惑にならないねでもめっちゃおもろいね、車の中でコールしてんの、幸せそう絶対違う、タイガーファイはファイヤーじゃないよきっと。あれマジで何これかも、トラヒーみたいな。え、これなんて読むの、いっちゃん最後。トラヒー腎臓維持振動な、何最後言いたいことがあるんだよじゃない。え、あれこの漢字って何、なんて読むの。え、そこ、それさ、詩人のさ、どこでさコールするこれだ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 、漢字バージョンだ。これがガチ恋工場に聞こえるんだよこれだ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 これなんだけど、これなんだけど、最初名前呼んでると思ってた。ハナなんちゃらみたいな、ハナハナのこれなのかなみたいななんかハナって聞こえるんだよね、いっちゃん最初が。ハナうんうんなんちゃらみたいな、これなの。え、ちょっともう一回送って、もう一回送ってよ。やば、めっちゃもろいんだけど、これなんだ。え、なんて読むのこれやばい、解決したんだけど、あ、トラがハナなの。え、やばい、死んだ、めっちゃもろすぎる。トラヒいや、どのタイミングでいいか分かんないけどさ。じゃあこれは何語なの。トラがハナに聞こえるんだよね、なんか分かんないけど。1サビ終わりから2話の頭の間に言うところ、1サビ終わりは「ハナであればいい」「チャチャンチャチャン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 チャ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 ンチャチャンチャンチャン」ちゃん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 ぐらいで言うんじゃないわかんないけど絶対そうだよね、タイミング。いや、わかんない、合ってそう。ちゃんちゃんちゃんちゃ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 なんちゃらラんらんみたいに言ってるよねそれだ、解決解決。え、多分わかんないけどえ、行くぞみたいなの言ってんの。え、そうなの、合ってないの。え、違うの。え、ずっと言ってるよそこら辺で。紺色のセーラー服の前でしょ。状況が工場に聞こえるの。ちょっとリズム違うのいや楽しいわ、やばっ、やって解決したんだけど普通にメンバーなんですか、ほんとに勉強されちゃいかがですか。いや、してるし、してるもん。だってさ、わかんないじゃん、コールとか。わかんないし。こういうとこか。レナが反抗的な態度だから、みんなも反抗的に。え、リズム違うの？あー、もう一丁行くぞって、どこで言ってんのどこで言ってんのってか、誰が言ってんの？キャプテンみたいなのいるの？キャプテン。え、じゃあ今日絶対アーカイブで見よう。絶対おもろいじゃん。
こんなん絶対おもろいよねこれは。え、キャプテンいないの？え、誰？もう一丁行くぞみたいに言ってんの誰なの？日替わり？日替わり定食的なあ、みんな、あ、もうそれもオールなんだ。あ、みんな、みんなキャプテンやばい。え、そうなんだ。キャプテンいないんだ。アンコールの発動者が工場みたいな言ってんだよね。工場みたいな人だよね。あ、みんな言ってるんだ。ひとりが言って、トラーとかじゃないんだ。あー、そうなんだ。やばい、おもろいね。明日にして早く寝た方が確かに。いやでもね、ちょっと明日のダンスやらないと本当にやばいかな。無口で見てない。え、そんな反応ならってどういう、はいせーのも言うの？行くぞーじゃなくて、はいせーのっていう時もあるんだ。人による感じ言いたい人、あ、言わない人もいるんだ。え、そうなの？先輩たちすごい言えるんだ。え、おもろ。え、待って、解決したんだけど普通に。やばいね、面白。そうなんだ。あ、はいせーの言わないの？行くぞみたいな方を言うんだ。キャプテンいるんだと思ってた。地蔵って何？あ、静かにする。ね、覚えたいんだけど、かきれなもかきれなも覚えたい、それ。あ、はいせーのは言っちゃダメなんだ。だらしい、みんな気をつけてね。でも言ってもいいよね別に。言わない文化があるんだって。あ、普段あんまりコールしない人もいるんだね。え、すっきりしたんだけど普通に。え、そうなんだ、ね、一緒に言おうって感じだよね。ちょっと納得です、納得ですね、これ。納得したわはいせーのも楽しそうだけど漢字が読めない。日本語で送ってきてよ。あ、タイミングがね。メモメモ、かわいい。え、全くこれしない人もいんの？え、そうなんだ。え、そうなの？みんな知ってるもんだと思ってた。え、そうなんだ。アンコールめっちゃ好きでさ、なんて言ってんのかマジね。あー、もう気分によるってこと？あ、気分によるんだ。全くコールしない派なの？絶対嘘だよねそれあ、ね、サリウム持ってない人いるけど、そういう人はなんか、あの、推しがいないのかなとか、制服の目が見たくて着てるのかなとか思ってるけど、わかんないけどね、どうなんだろう。双眼鏡覗いてちょっと怖かったことある。怖いね、ちょっとちょっと怖いねそれ。でもしてない人も多いの。え、でもさ、してない人いてさ、あんなみんな声出てんのすごくない？ボソボソ言ってんの、行くぞーみたいな。めっちゃおもろいじゃんそれ。全然行く気ないじゃんバレバレだよ今日いたの気づいたよ、気づいたよ。最後だったね、1回目のお見送りの。野菜も振ってなかったんだ。いや、あとめっちゃ面白い人がいたのが、今日のファンの人で、あの、劇場に入ってくれた人で、なんかね、あの、踊ってんの一緒に。踊ってくれる、踊ってた人がいて、なんかすごいダンス覚えてんだと思って。照れてるし。あ、おかめし叫んだった。いいね。楽しいよね、絶対。声出した方が。で、踊ってる人がいてさ、めっちゃおるね。詩人とかも、こうやって。ガン見せてたやろとか言われとんねんけど。え、マジで、
あのしかもさ、なんかわかんないけど全体的に振りを踊ってる人がいるのかわかんないけど、なんか上手側にね結構ね振りをね踊ってる人がいて、でもめっちゃ面白くて、それがなんか見ちゃうんだよね、なんか踊ってるしとか思ってマジやばいよねそれにも見えてたよ。え、プールも一緒。え、プールはなんていうの、なんかあのあれペンライトの、ペンライト振ってるよねプールは多分、分かんないけど隣で、あ、踊られると、踊られるとね、詩人のジャンプのなんか座ってるバージョンで神してたのやだ恥ずかしいやばいよね、もうめっちゃその人が面白すぎて、その人ってか、ね、結構いるんだよね。で、あのめっちゃ覚えてんの、本当に覚えてんの、全部ほぼいつ見ても踊ってんの、すごいよね普通に、どうやって覚えてんのって感じ。踊ってる人、踊れてなくない？え、なんかね、あのなんか手だけ踊ってる、手だけ手だけあ、必ず持つようにしてる。あ、見える見える、明かりがあったら全然違うね、あだ名つけてさ、踊る人みたいな、めっちゃもう、ねレッスンしてるんじゃとか、もうやめて、そういうなんか面白いこと言ってくるのそういうのちょっときついな、おもろレッスンしてんのやばいって。いやそれな、もう足やりだしたらもうサイドの2人かわいすぎて無理ちょっとやめてくださいってなるよね、けど楽しんで踊ってるしとかね、注意すんのもみたいな感じだよねそう、手で踊ってんのが本当に、あの本当に踊ってんの、ちゃんとすごすぎてやばいよね、めっちゃ見ちゃうんだよね、レッスンしてんのめっちゃおもろいじゃんね、すごいよね踊れんの。え、楽しみで、でも足もやっちゃってるとかやめて絶対おもろいやんそんなの。え、なんか完コピしてる人はもう立ち見で踊っていいよみたいな感じがいいよね、踊るスペースみたいなのあったら最高じゃない、めっちゃおもろくない？踊るために立ち見にいたんだやっぱりやば、おもろ、普通におもろい、想像しただけで普通におもろ、面白すぎるそれはいや目に入るね結構、あのなんか踊ってるなってなる、合ってるしみたいな、なんか笑っちゃう、普通に笑っちゃう、踊ってる人いたら。いや自主練は絶対するよね、ターンしてんのやばい、立ち見でターンしてたらやばいな、それめっちゃおもろいやんあかんの、おるわやってみんな気をつけてねやめてほしい、ほんま視界に入るぐらい、あの大きく踊ってきたら嫌やんな、確かにいやバカにしてないで、面白いなーと思って面白いなーって。え、ビンゴであれなん？え、そうなんや、へえー、面白な、詩人ジャンプやってたらもうめっちゃおもろいなえ、立ち見に最前って人気なんよ、へえー、まあ確かになんかあのストーンって通ってるもんな、見やすそう、あそこ一番無理、ダンスしな、ね、振り入れみたいなのあったよね少し前に。振り込みできないからその分声で頑張るね、いいね、いい気合だよね、邪魔にならん範囲でね、邪魔になっちゃったらねちょっとやめてほしいなってなっちゃうよね。え、そうなの、サイリウム入りすぎて頭当たると感動めっちゃおもろいじゃん
やばいね、なんかコンコンみたいな、ええみたいなめっちゃおもろ、やば、めっちゃおもろいじゃん面白いねそれ。視線が行く帽子かぶってるんだけどどうなの。え、あの帽子めっちゃいいよ、めっちゃわかる、すぐ一瞬でわかったよ本当に。あ、目線一緒なのか、立ち見は。あ、ダンスあるもんね。あ、そういうことか、うん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 、だから人気なんだ、そういうことね。ミニライブで完コピしてる女性3人組いて、見たいね、うわそれ嬉しいよね前の椅子にサイレンをぶつけました、もうこの人なんじゃないガンガンみたいな、やられるってことあ、サイレンも当たることって結構あるんだ、まあそうだよねあるよね、絶対絶対あると思う。でもめっちゃ面白いんだよそれ、そうなったらちょっと嫌だよね、確かに頭に当たんのは嫌だよね、椅子とかはまだしも頭にこカツオンとかだったら、ええみたいになるよねやばい、ブンブン嫌いだってブンブン気配も嫌だな、ブンブン気配も嫌だね、ブンブン気配するの嫌だわ、それそれ一番ちょっとあるかもしれない。でもなんかあのなんか一体感生まれない、でも人によるのかな、なんかブンブンされてもいい、自分もブンブンしてたらなんか後ろのブンブンに気づいてもなんかよし盛り上がっていこうぜみたいなさ、なんかね、あの仲間意識があるこ、あることもあるかもしれないけど、前の人があんまりブンブンしない人で後ろがブンブンでちょっとなんか風送ってるみたいなのだったら嫌だよねね、歌う人もいんのね、やばい面白いね、みんなの裏話の方が面白い説あるよやば、ペンライト俺飛んでったもんね、無理やめてよ風感じんのやばいわ、風圧やばいね、え、めっちゃおもろ、え、やばい、もっとないの、なんか面白い話あ、振り向くと誰が歌ってるか分かんない、みんな歌ってんのかな、じゃあ、あ、歌う人いる、歌ってんのみんな、逆に歌ってんのあー、左利き右利き問題あるよね、右にブチを持つか左にペンライトを持つかで、なんか大きさとかもあるしね、モニカンで歌ってる人いて最悪だった、え、待って無理なんだけど面白すぎる、モニミで歌うのはちょっと良くないよね、ね、良くないと思う、確かにテレビから出る 音で 歌ってくれるのは良くない、そうダメだよね、やっぱね歌う人もいるよね、みんな結構口動いてるもん、あ、そうそうそう、なんか大声で歌うのはちょっと面白いでも笑っちゃうね、でもえ、でもね、なんかレナもさ、あのライブ行くじゃん、でなんかあの暗黙のルール的なもので、なんかあの何、歌うのは多分あんまり良くないんだよね、大声で、大声で歌うのはそれは良くないけど、そのアーティストを聴きに来てるから、そう、で一回ねフェスかなんかでさ、あの横のね人がねめっちゃ大声で歌ってて、本当になんかもう右耳にその人の全部声みたいななって、もうね笑っちゃったんだけどさ、めっちゃ歌ってるじゃんとか思ってね、やばいよね頭の振るのやめるんだね、なんかあれ重そう、サイレンも重そう結構ね、やばいよね、なんかさ、あの劇場とかさいう箱だったらさまださ音聞こえるじゃん、横の人がどんだけめっちゃでかい声で歌ってても、だけどさもうフェスでさもう歌われたらさ、もうお父さんの話なわけじゃん、こちら側は。いや別に聞こえるけどね音聞こえるけど、仲間の歌いいよね、あれ楽しいよね、うまかったら許せるんだ、うまかったら優しいねね、本当はね一緒に歌いたいよね大声で
え、なんかね、あのね、アーティストによるんだよね、フェスも。アーティストと曲によるの。そう、なんかこの曲が一緒に歌っていい曲とかあるんだよね。そう、あるの。なんかね、その曲じゃない時にめっちゃでかい声で歌ってて笑っちゃった、あれは周りの人もさ、これ歌わないからみたいな感じで見てたんだけど、まあ、でもまあその人は楽しければいいかなみたいなあ、蚊が鳴いたレベルで歌ってんの？いや全然歌ってもいいと思うけどね仲間の歌はマジで一体感生まれるよね、あれみんなで歌ってんのハモる人とかいんの勝手に恋を語るハモりの人いないでしょ絶対にやば、おもろダリニルの才能と自由度が低い。あー、両手下がったらやっぱりねあれだよねいやめっちゃおもろいよね。あ、迷惑かかる声、自分ね、自分ではね、だから言ってあげるのもいいんじゃない、みんな、あ、もうちょっと声落とした方がいいんじゃないですかとか、頭にペンライトさっきからカツカツ当たってますよとかハマるのおもろいよね。かっこいいのそれかっこいいのかな、叫んでね、ぜひ。カラオケね、カラオケでね、ハモある、あの歌とかあるけど、レナもちょっとハモられたくない派だわ。いや、ハモりで劇場で歌うの本当におもろいね、そうなったら。あー、隣の人の公演楽しさを左右する、うまく言ったね。そうなんだ、てかもう半なんだけど、ね、無理、やばい、ちょっとダンスしないとやばい。お客さんの仕方くんで歌うの仲良くなっちゃうじゃん、いいね、でも仲良くなって3回まで許せんの？許せるんだ3回まで。でもまあ1回当ててくる人ってさ、気づいたらもう一瞬で3回ぐらい当ててきてそう、カツカツカツみたいな、その後振り向いてちょっと当たってるんですけどみたいな感じで、レナだったら出しちゃうわ、当たってますから頭みたいな、やっちゃうかも隣の人大切なんだえ、書き出な本ってハモるの？ハモる人、ハモる人いいの？サイリウム投げる、やばお前もサイリウム払っていいみたいな、やば、強ああ、隣の人話しかけてくれたら嬉しいよね、楽しみですねとか言ってくれたら、あー楽しみですねってなるよね、いいねサイリウム投げるとかあんの？どういう？それ飛んでいっちゃうってこと？いっぱいブンブン振りすぎてわーみたいな言っちゃうってこと？いや、ハモる人いないよ絶対に。退場じゃない、危ないよね、危ないよね。話しかけれない、話しかけないでっていう人もいいんだ。そうなの？エレナ絶対話しかけてほしい派、てか話しかけちゃうかも、そういうところで。映画館とか新幹線とかでも話しかけちゃう。新幹線はないかな、なんか海外の人とかだったら、この前あの東京に行ったんだけど、その時に斜め後ろになんか夫婦で座ってて、でなんか富士山を一緒に見たの。グーってやって、グーグーってやったらめっちゃ喜んでた。お疲れ様、ありがとうね、なんかコロナでねだいぶ消えなくなったよね一時期。
映画館でさ、なんか隣の静かにさ、なんか友達と一緒にとか行ったらさ、なんかめっちゃ楽しみですねみたいな感じで言わない？楽しみですよねみたいな、人によるけど、なんか面白そうな人だったら楽しみですよねみたいな。だってさ、この映画を見たいという心意気はさ一緒なわけじゃんね、一緒だから。違うよ、映画始まる前だから。映画館中に言わない、映画館中っていうか映画中には言わないよ、さすがに。映画始まる前ね、映画始まる前、目あったらなんかあれじゃん、ちょっと気まずいかな、楽しみですねみたいな、楽しみですよねって。上映中はねさすがにね。でもね、この間さ、この間っていうか、あの地元の子と3人で映画を見に行ったんだよね。映画見に行った時にめっちゃ好きな3人で見に行ったの。あの部活が一緒だった3人、中学ので、もうこの3人といることが本当に楽しすぎてっていうぐらいのあれで、なんか映画見に行ったんだけど、なんていうの、なんかめっちゃ静か系の映画だったのね。でなんかめっちゃずっと映画館中に喋りかけちゃって、2人に映画終わった瞬間にめっちゃ怒られたレナマジで話しかけすぎみたいな、めっちゃ怒られました。だからなんかあの映画は一人で行くもんだなと思ってめっちゃ怒られたんよ、その時に。そんな話しかけたって言ったけど、めっちゃ話しかけとったらしいレナね、やばいよな、なんか笑ったりしてまうねんな、なんかな、なんか静かなんか無理やねん、なんか笑ってまうねんな、静かやからそう、集中できんかったって言われたなんか泣けるとこやのに、なんかレナがあのなんかいろいろ喋ってくるから泣けへんかったしって言われましたね。そう、ぶち壊しちゃったタイムリープ、あのあれ、ゆりゆり、あの頃君と出会ったなんちゃら、君と出会ったって君となんちゃらをなんちゃらみたいな、ゆりの丘だよね。あれ見てない、実写まだまだっていうか、もう終わってんのかな。あれマジで見に行きたい、あれマジで見に行きたい、ほんまに。髪の毛痛いな、取ろっかな。そう、見たいって言っとったやつ、あれマジ見たいねんけど見れてない、まだ見たいな、あれマジ見たいな。ね、ポップコーン食べる派、レナも。あの頃じゃなかったっけ、その年末に言ってたやつ、あれまだ見てない。一人やったら隣の人に話しかけへんいや人によるな、隣の人によるやん、なんか目あってこの人いい人そうやなと思ったら、あ楽しみですねみたいな言うけど、いや原作知っとうからなんか実写も見てみたいなと思って。けどなんか友達に聞いたら、なんかあの時間カットもそうやねんけど、なんか結構あのカットされとうから、まあでも完結で面白そうやん、それもそれで。そうそうそう、疲れ切った顔してたけど、そう寝起きやったから、そういうとこ好き。映画館で人と目合うやん、だってさ、なんかキョロキョロってした横のさ人とかさ、横に座ってますとかやったらさ、楽しみみたいな楽しみみたいななるやん。あそうそうそう、あの花がん、あの花が咲く丘で君とまた出会えたら、これだ多分名古屋で映画館行く暇あるかな、ない気がする。劇場でも誰とも目合わんの、やばいじゃん。え、うそ、そんなキュルキュルしない。え、てかもう40分近いよ、え無理なんだけど、すみ、てか腰痛い、座ってんのきつ、無理ポップコーンはマジで食べる、しかも痛い編み込みのこの紙のところが。見て、
構これが痛いな。そうマジ買わなあかんねんそこけどさもう無理と思って、ちょっとりあえずお風呂入ってからダウンしよっかな。その方がいいよな、なんか普通にって思ってるんだけど、俺の的にはもう人と目合わせないで。エレナもな、免疫やったらマジ人と目合わさん、一生足元見と。なんで何の話だったっけえ、なんかさ、お風呂入っていや、汗かかんかな、多分立ち位置も覚えとうし、振りの確認ぐらいな。お風呂入ろう。40分か45分になったら終わろう。急足元みたいにね、ちょ待って、普通に頭痛、なんか目合わさないとかできるん、レナに会いに来るくせに。そうなんですよ、このカキルナが立ち位置を覚えてます。分からんけど、多分大体覚えと、まだ完璧じゃないかも、大体覚えと。半数サブない、半数ではサブくない。名刺だけ見とくん。偉いんです、私立ち位置を覚えているんですよ。はい、立ち位置をこの私が覚えているわけですよ。マジすごいよね、立ち位置覚えてるのすごいと思う、本当に本当にすごいと思います。でも今回の立ち位置簡単だった、なんか覚えやすかった、覚えやすかったっていうか、フリーレの時に覚えれた。私から話せんの、え、分かんない、なんかレナもさ、なんか知らなくて、どんなんか明日名刺もらいに来てくれんだ。かっけえっしょ。名刺もらう感じってさ、どんな感じなの、え、分かんない、どんな感じなの、分かんない分かんない、かっけえっしょ俺。俺かっけえっしょ、簡単だったとか言っちゃう。あ、そうなの、ほぼ喋れないんだ、え、そうなんだ、喋れるんだと思ってた。うん、足つらないように飲んでます。なんか今日の夜足つる予感がして、本当はねめっちゃもっと飲まんとダメなんだけどね、知らないよね、明日のお楽しみ。グループトーク会って一枚何秒なの、何秒、え、な、何秒とかあんのかな、でもあるか、そら明日はいけないか、お姿めっちゃ痛いよ、え、ちょっとさ、めっちゃさ赤いの、赤いのってかあざになっちゃうのね、すぐに、あのお見送りとかでめっちゃ痛くて。そうなんだよね、でもお見送りあの体勢じゃないとさダメじゃん。中二期目的で来るんだ、面白いい人じゃん、ただの。いや、足つって目覚めるとか絶対嫌じゃん。え、なんかさ、みんなさ、なんか膝立ちしてるからさ、だからさ、なんか一人だけさ、こうべちゃって座っちゃったらさ、なんかあいつやる気ないじゃんみたいな俺たちにバイバイする、やる気あるみたいななるじゃん。だからお風呂入ろっかな、迷うな、あの湯船ね。グループトーク会しんどい、え、なんで、楽しみじゃないの。
体育座りはね衣装的にできないんだよね。あ、そんなこと思わん。そうなんですよ。うんうん、なんかびちゃって座るもんあれやん。あ、5人の1なんだ。あ、そうなんや。それちょっときついよな。ふくらはぎやばい。ちょ、ダンスしよう、マジで。みんなバイバーイ。こっちの方が可愛いん。絶対そんなことないって。みんなレナが急にバイバイって言ったのに。急いでコメントしてくれた。ゆっくり切るからあれやで。お疲れ様です、頑張ってね、バイバイ、おやすみ、おやすみ、最初お疲れ様でした。でんでんでん、頭痛。てかさ、ちょ、みんなこれだけ聞いてほしい、一旦バイバーイ。なんかね、あのな、昨日さ、お風呂に入ったんやけど、シャワーがめっちゃ弱くてだるないこれ、やばいよな。ちょ、今からお母さんに電話して、よ、シャワーが弱すぎてお風呂入る気ならんって。マジでさ、シャワーがもう弱すぎてやばない。ちょ、終わる、バイバーイ。いやほんまに無理すぎてさ、もうどうしようって思ってます。いや、マジでやばくない？シャワーの水圧マジで大事すぎて、なんかな、あの見た時になんか怪しい感じしてん。笑ってくれ。いや、マジで、もうマジでさ、もう最悪すぎて。しかもさ、こんな頭長いやん。でシャンプーでさ、もっこもこになっとうやん、髪の毛な。もういくらシャワー出しても落ちひんねん、泡。ってなるよね。はい、ということで。ということで、てかシャワーヘッドって変えたらさ、水圧変わるん。なんかシャワーヘッドは変えてもさ、なんか水圧変わらない説がさ、多分レノの中であって、分からんけど、やばない、ほんまに。もうなんかもうずっとこれ。じゃあ、まだモコモコなんですけど、まだモコモコなんですけど、みたいななっちゃうんですよ。はい、ということで、ゆっくり。ねえ、水圧変わらんっぽいよね。あ、変わるんや。じゃあちょっと言おう、お母さんに。シャワーヘッド買ってって言おう。岐阜で作ってる。なんなんそのシャワーヘッド。ちょっと気になるけど。じゃあね、みんな。じゃあね。じゃあね、バイバーイ。あー、シャワーが出るやつが多い方が、穴が多い方がいいってこと？そうなん？そっちの方が水圧が、でもどうなんやろ、水圧ってさ、あれなんかな。おやすみー、頭痛ー。水道代変わるん？なんか水道代とかも気にして生活しようと思ってないねんけど、やばいよな。お風呂の時とかもあれやもん、お風呂入ってお風呂出るまでシャワー止めへんもん。それはせやけど、家ではシャワー止めんかったけど、お風呂入んのめっちゃ早いからさ。元気だよ、水飲んでる勢い。あ、そういうことか。あー、だから水圧がね。そうなんや。じゃあもうみんな、もうレナと話したいのは分かるけど、もう早く終わらさせて、お願いやから。じゃあねー、バイバーイ。あ、メール送れるような、メール送ります。今日の撮りたてほやほやの写真もつけてメールに送りたいと思います。ということで、じゃあねー、おやすみー。
おやすみなさーん。今日もいい夢見てね。いい夢を見るんだよみんな。ありがとうね。じゃあね。そう、写真撮ったの。写真撮ったの。また明日ねー。あ、明日、あ、そうだ。明日会える人会おうね。たくさん。じゃあねー。バイバーイ。バイバーイ。おやすみなさい。